Previously on One Warrior Series, one of our promising strawweights tested his size in the sumo arena and demonstrated his precision with a katana blade. Japan, a modern land with a stronghold on the roots of its traditions. During our trial in Japan at Tribe Tokyo, we had our first look at Eto. Thank you guys for coming today. This is our first tryout in Japan. Eto, Kimihiro. と、私の名前はエト・キミヒロと言います。 で、年齢が29歳で、出身地が宮崎、九州っていうところにあるとこなんですけど、私は格闘技を始めたきっかけっていうのが大学を終わりまして、でレスリング引退して2年間ちょっと運動してなかったんですけど、引退という形で、それからもう一度何かやろうと。 今は不動産で働かせてもらってます。おはようございます。これから仕事に行くんですけど、朝から夕方までは仕事をさせてもらってる中で、会社の方がすごいみんな応援してくれてまして、やっぱその試合の前だったりとか、時にやっぱ休みとか特別にもらったりとかっていう風にサポートとかすごいしてもらってます。応援だったり。 の4時間、3時間か4時間ぐらいをトレーニングに当ててるっていう感じです。今仕事終わって、今から練習です。所属のワーズ研修会ハーツの方で練習行きます。やっぱりこう会社の方との人間関係がやっぱすごいいいので、やっぱりその仕事を辞めるっていうのは、その仕事が仮にその辞めたとしても、その何かしらのつながり と必ず持って、もちろん感謝の気持ちを持ってやっていかないといけないなっていうのを思ってます。今自宅です。結構部屋がそこまで、ちょっと綺麗にしたんですけど、広くないんでちょっとそこまで入れる紹介するところもないんですけど、ここでいつもソファーでゆっくりしたりとかしてますっていうか、これあかんな。清水先生に関しては、 やっぱり生徒を見る力。本当こいつは納得し自分でして、そしてやる男だから、ぜひ頑張って。 一番最初の1回戦目でラストもらった時なんですけど、あの時がやっぱり自分が一番その良くないっていうか、その派手に勝とうとか目立とうとか余計なことを考えて、でそれで負けた時に、昔清水先生が言ってくれた、そのお前は自分のために周りのことを考えないで楽しめばいいんだっていうのを思い出して、 今それで長所戻ってるっていう感じですね。もう一回再戦できるならば、もちろんやりたいと思いますし、もうやっぱりあの時戦った自分と今は違うんで。
We're leaving Tokyo. We're at Haneda Airport. Picked up Eto. And we're headed back to his hometown, Miyazaki. We get to know his family a little bit. See you guys in Miyazaki.生まれ育ったのは宮崎の串間市っていう南南方の方にあるとこなんですけど、そこで高校生まで宮崎帰ってきましたと。これなんて話すんだろう。やっぱりこうお父さんは林業っていうことをやってるんですけど、丸太を板に加工する仕事をやってます。 そうやってレスリングを大学高校大学時代してきて、うちの両親に関しましたレスリングの時は、すごくサポートしてもらったりとか応援してもらったんですけど、高校でそうやって国体で日本一に始まりますよ。あ、見て少女みたいな、これ、ああ、何で、ちょっとやっぱし力の方が強かったんで。 Yes, courage. Kyushu? Kyushu って なんて言われて? Kyushu? いっぱいいろんなとこにあるし。 これが全国大会 1位の時の。 ジムで一般の方に教えたりとか、もちろんうちに所属しているプロ選手のアマチュアの子だったりとか、っていうのはそのアドバイスだったりとか指導したりすることもあるんですけど、今も大学に練習に行って、その際レスリング。 Interestingly enough, Ito's background is wrestling. He was a high-level college wrestler. So today we came to a sports complex near his hometown where he's working with some young children and running them through a wrestling workout. Ito's in here working with the kids, so let's get to it. やっぱりその地元宮崎のそのレスリングのちっちゃいチビレスの子たちに、やっぱ自分の技術っていうのを提供できた、教えることができたっていうのはすごいなんか貴重な体験というか、なんかそこからまた何か見つけてもらって、その全国で優勝するような選手が出てくれるといいなと思ってます。 MMA の現役を引退っていうところになった時に、まずやっぱ自分の、その培ったテクニック技術でキャリア的なものをやっぱり下の子たちに伝えないといけないなって思いますし、やっぱその中でそれを生かした仕事だったりとかもやっていきたいなって思ってます。 である時電話が来て、そうやって格闘の方にって言われた時には戸惑いもあったし、それがその先輩の、最初はそういう格闘技をしてるって分かったのがもう2試合ぐらいした後、代わり怪我しちゃったんです。その代わりで、参加するって方で急だったので、やっぱ連絡できなかったのっていうのと、
で知らないところでやっぱしやっていたので、まあ、なぜまあ親に一言そういう話がなかったのかなというのもあったんですけど、やっぱり心配するんだろうなっていう気持ちがあったのでなかなか言えなかったんですけど、その中でその SNS の方で自分がそれを上げている中で自分の友達、その MMA に関してはやっぱり心配っていうのが多かったりするんですけど、怪我なんかもうまたもう一番今でも心配していますけど、それほど続けてほしいという気持ちがですね、やっぱしやっぱりそう疲れたなって思う時もあるんですけど、やっぱその中でもやっぱ自分の好きなことをやってるあったんですけど、でもやっぱり本人が好きでやっててやっぱり楽しいという言葉を聞いてからは、だからそんなことを言ってる場合じゃないなっていうふうに自分を振り返ってます。やっぱしできるだけ、まあ、応援してやろうという気持ちになりました。今は自分の選んだ道だから頑張れと応援してもらってます。だからもう期待するのはトップレベルの選手になって、監督ぜひ見に来てくれという招待状を届くのを待ってます。ですね、見る機会があればやっぱり見てみたいと思います。私はなんかもう怖くて今はちょっとまだ見れないような感じがします。ですね、やる限りはやっぱり途中で投げ出さずに最後まで自分が納得できるまで頑張ってほしいと思います。お父さんお母さん、すごい心配をかけちゃって、こう応援っていうかそういうのがあるっていう感謝の気持ちっていう、そういう謙虚な気持ちを忘れずに、まあ、練習して頑張って、まあ、自分のその血っていうかそういうのを、まあ、極めてもらいたいなって思います。言ってるんだけども自分の好きなことを全力で頑張れることをやってるので心配せず、こう応援していただければと思います。今後ともよろしくお願いします。Again, I looked outside the window here in Okinawa and it looks super hot. Well, we need to make sure we spend some time on the beaches with Eto because this is our third flight in 3 days. Yeah, third flight in 3 days. First of all, we're in Okinawa, and when I first started training martial arts, Okinawan Shorinryu was the first karate I ever did. I ended up earning my black belt, so I decided I wanted to bring these two to do some martial arts, to do some karate, some Okinawan Shorinryu karate, because this is where I originated, and we went to wrestling with Eto where he originated. Now, the interesting thing about this is that I have not had my karate gi on in, I don't want to say this, in a long time. We'll just put it that way. And I'm probably going to barely be able to stumble through one black belt kata, and that's it. So we'll see how it goes. はい、じゃあどうしましょう。もうすぐ始めていいのかな。おでこに人が来て入るよりも、ね、はい、左側へ。いやすごいびっくりしましたし、なんかその中で目の前でやられてたので、それを真似しながら自分もやらせていただきました。なんかその自分となんかそのルーツが逆というか、すごい、
稽古を教えてもらう中ですごい親切ですし、細かいところまでしっかり教えてもらったので、やっぱその中で得るものがすごい多かったです。やっぱり体重移動的なところ、やっぱ重心の置く位置とかがすごい勉強になったので、次の試合までにしっかりとそれを習得して生かせたらなと思ってます。はい、もちろんやっぱりそのスポーツ今でもそうなんですけど、やっぱりやるからには一番を目指して、やっぱやらないとこうしょうなんか仕方がないというか、そういう性格なので、やっぱ一番を目指してます。But yeah, it's funny. I haven't done this for so many years. It's like, part of me has forgotten. And as soon as we get to moving, my body's like, oh yeah, that's familiar. Hey. It's cool, man. This is my first time in like a traditional karate class, so putting in some work. He's got arms like steel bars. I'm not joking. Hey! As soon as he came in, his arm was like... Ooh. It's strong. Yeah. Just like iron. Do it to him one time. Yeah. Do it to him one time. You? Oh my god. Keep going. Keep going. Hey. Oh, shit. Hey. I used to do this all the time, like I would do it on the Mekawar and stuff, and I had really hard arms, and then as soon as he hit my arm, I was like, now I know what other people feel like. It's bad. はい、初めてその空手自体初めてやったんですけど、すごいなんか独特の動きというか重心の移動とかがすごい勉強になりました。This was a pretty cool experience today because I haven't put this gi on since I was in college. I haven't put a karate gi on. The last time that I trained, my dojo too had a picture just like this of Shoshinagamine, the inventor of this style of okinawa, up in the front of the dojo.The moment I walk in, even though some of the pictures are different, you know, I see the black belt plaques and the weaponry and all this stuff, and I see this picture, and it just kind of reminds me when I started this style. Now, Shoshin was still alive at the time, but he was getting old, and about that time, he was kind of passing the system over to his son, Takeyoshi. But at the time, actually what I didn't know until today is that Sensei Taira was the first school that actually opened up underneath Shoshin, like it was the first satellite school of Shoshin's here. Now, all this stuff today kind of took me back to, I guess like being 18 or 19 again, because my whole objective when I was training karate at the age of 19 was someday to actually travel to Okinawa and do a class. I thought maybe one day I would actually be able to be in Shoshin's class. And of course, I got quit training and started doing mixed martial arts and all that kind of stuff, and that obviously didn't become a goal of mine, but oddly enough, it circles back around. And so I'm here today, I'm looking at this picture, I'm in a direct lineage from him because his son took over, and Sensei Taira here is the first student of him that actually, the first student of Shoshin's that actually opened up a school here. And then lo and behold, I find out that Shoshin's grandson, or his son's son, Takeyoshi's oldest son, is actually training here today in this school. And so it's just, it's almost surreal that this is where my martial arts career started. And here I am at the back end, and what was maybe once a dream of mine to come do this ended up never being a goal. And here I am doing this. And just, it's surreal to say. Get me thinking, takes me back in time, you know, reminiscing about good times and training and friends and college and stuff. It's pretty cool.
It's ironic that I traveled all the way to Japan to experience the roots of my martial arts training, only to realize that Ito's roots were an American tradition. Thank you.